はい、鳥の木からお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはフリーダイニングフードチムチムの中村正弘さんです。中村正弘です。はい、よろしくお願いします。お願いします。中村さん、チェックお似合いですね。ありがとうございます。なんか体大きいからなんかますますなんか絵になるっていうか、いやいや、ぬいぐるみチックに可愛いですね。まあ狙いですけどね。あ、そうですか。はい、そうです。ドンピシャ狙い通りな感じですが、はい、あのこのドリノキでもですね、お昼お弁当お世話になっております。あ、ありがとうございます、ね。はい、とても美味しいお弁当が大評判でございますが、ちょっと自己紹介していただいていいですか。はい、はい、フリーダイニングフードチムチムという名前で、はい、健康志向のお弁当、うん、あとはケータリング、はい、あとはイベントフード、イベントフード、はい、でいろんな、場所で、はい、その体にいい料理を、うん、提案するというか、はい、まあ、いろいろ見てもらいたいな、食べてもらいたいなということで、うんうん、あの活動しております、うん、はい、あのそういうメニューを知るにあたりお弁当って確かに便利なツールだな、なんていうふうにも思いますけれどもね。さあ、それではライフストーリーも含めてですね、中村さんに3つのキーワードで伺ってまいります。3つのキーワード、こちらです。じゃん。塩分油分も工夫次第。栄養学の基本を病院で学ぶ。間に合わせで食べちゃってない。はい、今日はこの3つのキーワードで伺ってまいります。はい、初めにですね、塩分油分も工夫次第と、そのチムチムさんのお弁当って、はい、普通にこう比較的っていうか、あの外で一般的に売ってるお弁当よりも、特徴としてはドリノキのメンバーが好きなのはね、この塩分とか油分が控えめのお弁当、体にいいお弁当なのよということで、はいはいはい、大変評判になっておりますけど、ありがとうございます。工夫次第でなんとかなるもんなんですか。なんかこうちょっと分かりやすいメニューの例をちょっといくつか教えていただけませんか。うん、そうですね、だからまあ先入観として、うん、まあ炒める時に必ず油を引くとか、はい、いうのってこう決まってますよね。うん、そうですね。まあ大体のレシピとして、で、はい、それでプラスアルファその素材から出てくる油とかもあるじゃないですか。あ、はい、でそれによってやっぱりその足して足してってなってくると、やっぱり油分が取り、うん、多くちょっと肩気味に取れてしまっているとか、うん、どうしてもその1日の成人の必要な量よりは普通にお料理してるとちょっと多めになっちゃう。そうですね、うん、で、まあ、お家で作るお料理なんかも比較的その、まあ合わせ調味料とか、はい、まあね、よく使うと思うんですけど、合わせ調味料使っちゃう、はいはい、でやっぱり美味しいですけど、うん、そこにこうあまりお塩の量とか、はい、そういうところにあまり意識が、そうね、うん、見ない見ない、一応書いてあるんですけどね、うん、見ない、なんかいつもと同じ味に間違いなくなるもんだから。そうですね、割と愛用派ですね。そうそうそう、私困ったな。そうです。なので、要するにまあ料理ってじゃあどうやってその美味しいと思う部分があるかとか、うん、はい、そこってやっぱりこうやっぱり旨味だったり、うん、やっぱその、まあ、塩分の量とかもいろいろあると思うんですけども、うんうん、やっぱその僕がやっぱり重きを置いてるのはそのうまみの部分、うまみの部分、はい、はい、やっぱそこは、まあ、僕の場合はどういうふうに出してるかっていうと、うん、やっぱその塩はあくまでもその素材の味を引き出すための、はい、あのものであって、うん、ご飯を勧めるとか、あ、味を感じるためとかっていうことじゃない。ご飯いっぱい食べるためにちょっとしょっぱくするっていうんじゃなくて、うん、そうですね、塩は素材のうまみを引き立てるためにあるんだと。そうですね、僕の概念はそこで、うん、じゃあ、まあ、それをどういうふうに味を出していくかというと、例えば鶏を焼くにしても、はい、まずは必ず、塩で下味をつけて、それを1日2日寝かすんですよね。お、チムチムさん1日2日寝かせますか。はい、下味つけて。そうですね、はい、そうすることにやっぱりその素材の味っていうのがやっぱりどん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 引き出ますので、うーん、そこを利用して、うん、まあご飯を
まあ、おかずとして違和感のない、それで実は塩分はこれぐらいですよっていうところの、容量を、はい、まあ、利用するというか、えー、まあ、本来のその、まあ、昔からある、おばあちゃんとかがよく作るお料理にしてもそうですけど、うん、やっぱり昔はそういうような作り方で、うん、お漬物にしてもそうですけどね、うんうんうん、だからそういうのってやはりその素材を旨味をどん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 出す作用があるからそれをやってきたと思うんですね、うん、だからそういうところをもう一度ちょっと、まあ、見直してというか、はい、今ある常識をなるべくとらわれない方法でやっていこうかなっていう、はい、うん、それがまず大きいですよね。私うちでも鶏肉手羽ね、焼き鳥屋さんみたいな手羽フライパンで普通に焼くんですよ、焼くんですけど結構塩コショウで焼いた時に結構かけてもかけても味足りない気がして、はい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 、鶏って結構塩コショウ多分家でやるとすっごいかけてんな、食べるとまあ普通なんですよ、うんうんうん、っていうことは外食で食べてるの相当かかってると分かりますよね、うん、家でやるとですね、うん、そういうなんか考えるともっとこうちゃんとした味付けてハーブとかスパイスとかいろいろ効かせるとじっくりこう味付けするともっと塩分減塩でできるんだよっていうふうに教えていただきました、はい、実際そういうふうに作ったチキンね、はい、パーティーメニューで食べた子供がすごい喜んで食べたって聞きました、うん、そうですね、やっぱりなんかお子さんってそういう旨味、うん、本来の旨味を拾う能力とかその本能みたいなのがやっぱり、うん、やっぱ大人よりは優れてて、お母さんが自分の子供は肉が嫌いだと思ってたのに、うん、なんか僕のお肉を食べてくれたことによって、はい、むさぼるように食べてたっていう、うん、うちの子お肉食べましてチムチムさんのって、うん、味付けがだから普通の市販のものと全然違うね、うん、お肉本来の味だったから子供が喜んで食べたって、そういうふうに伺って ね本当に、うん、いやありがたいなと思って、はい、嬉しいことです、はい、あとさっきもう一つ伺ったのなるほどと思ったのが、例えばカレーを作る時に玉ねぎは甘い色飴色にね、はい、炒めるってありますよ ね、 そうですね、あれも私もそこだけはやりますよ、はいはいはい、玉ねぎ必ず飴色に炒めてやるんですけれども、はい、それすらチムチムさんしないそうですよ。しないですね。しないんですって、はい、やっぱりそのもう一つの僕 の、 そのお弁当のテーマとしてはその三大栄養素、うん、要するにその炭水化物とタンパク質とあと脂質のこのバランスをどういうふうにどの割合で取るかっていうのが、はい、大きなテーマでもあるんですね、うん、でやっぱりカレーってなると、まあ、お肉を使う、はい、まあ、シーフードもありますけど、油は体にとってすごい必要なものなんですけど、何かを油で炒めてでさらにそこで油の脂質が、肉の脂質ですね、あ、肉からも油が出るから、うん、絶対出るので、はい、そこをこうプラスしてしまうとやはりどうしても肩になってしまうんですよね、うん、だからじゃあ体のバランスにいいカレーって何、うん、ってなった時に油は必要ないところでは、うん、使わないっていうところで、うん、じゃあ玉ねぎを炒めるっていう行為もその炒めないでどうやって飴色にしようかなって考えた時に、うん、中村さんどうしてるんですか玉ねぎ。僕はもう玉ねぎはもうとにかく細かくみじん切りにして、うん、まあ、ペースト状にするんですけど、はあはあ、ペースト状にした後にもうその水分を飛ばしていくんですね、煮詰めて油使わないで煮詰めて、そうするとまあ、時間はかかりますけど、うん、飴色になるんですよ。うーん、でやっぱりその、玉ねぎを食べてみると、うん、やはり甘みが増してるし、うん、玉ねぎ本来のうまみがギュッてなってるんで、うん、あ、そこはだからもうカレーとしてはもう理にかなってるんですよ。なるほど。もう私大さじ 2,3 杯入れちゃうもんな、玉ねぎ炒めるのに、うん、入れちゃう。それでおまけにどさんこですからね、チキンにしときゃいいのに豚バラで作りますからね。そうですね、美味しいですよね。美味しいですよね、はい、あれやっぱり油型ですね、うち完全油型ですねいやだからダメじゃん豚バラは使っちゃダメってことはないと思うんですよね、だからその煮込んだ時に、まあ、豚バラだったら油がどんどん出てくるので出ますよ、うん、
その油をすくって、まあ、取り除いてあげれば、はい、旨味は残るので。あ、はい、あ、そうか、ルーを入れる前にね。そうです、そうです、油ちょっとすくって処分しといて捨てといた方がいい。そうですね、そうです、そうです、はい、ちょっと一工夫らしいんですけれども、まあ、あの玉ねぎ炒めるんでも、もう必ず油使わなきゃいけないっていう固定概念がありますが、そうですね、どうもそうでもないらしい。そういうことしなくてもちゃんとこう甘みをね出してお料理することができるんだよっていうようなことをね、あの中村さんにいろいろ教えていただきました、はい、このあたりまたちょっと後半で話題にしていきたいと思いますが、そんなわけで塩分油分は工夫次第ということで、そんなお弁当をちむちむさんでは作っていらっしゃいます。はい、はい、じゃあこういう風なね、体にいいお弁当をどうして作ろうと思ったのかというあたりを2つ目のキーワードで伺ってまいります。はい、2つ目こちらです。じゃん、